ネイティブと空き時間にビジネス英語が学べるアプリ、ハイネイティブトレックを私の評価を交えながらご紹介したいと思います。英語のスキルアップ、またはビジネス英語が学びたいという方に必見です。Hey everyone! 皆さんこんにちは、花イングリッシュの春菜です。自信を持って英会話ができるようになりましょう。英語を勉強していてもなかなかアウトプットする機会がない、何かいい方法を教えてくださいというご相談をよく受けます。アウトプットとはスピーキングやライティングなど自分で何かを考えて相手に伝えることのことを言います。そこで今回ご紹介するのがハイネイティブトレック。これは有料サービスなんですけれども、日本人が苦手とするアウトプットをベースにビジネス英語が学習できるアプリです。忙しくてスカイプなどのオンライン英会話はできないけれども、時間のある時に学習したいという方におすすめです。実際にこのアプリを私が使ってみて、英語学習の一つとして使うのにはとてもいいと思ったので今回ご紹介したいと思います。この動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。ハイネイティブトレックは携帯のアプリまたはウェブどちらからでもアクセス可能です。携帯のアプリの場合はハイネイティブという無料アプリからハイネイティブトレックを使うことができます。携帯アプリの場合こちら3箇所から登録することができます。新規登録の場合はハイネイティブトレックのホームページからこの右上のハイネイティブトレックに登録を押します。そして私はビジネスコースに登録を選択します。続けて料金プランです。年間プランの方が2ヶ月分お得です。というとだいたい1日400円くらいの計算になります。英会話スクールはなんだかんだで月2万円くらいすると思います。続けてメールアドレス、ユーザー名、パスワード設定です。こちらのソーシャルアカウント、 Twitter か Facebook からも簡単に登録できます。そして最後はカード情報入力、これがホームです。ハイネイティブトレックでは平日にこのようにビジネスに関する問題がアメリカ人ネイティブの先生から届きます。無作為なので突発的な英語力が試されてすごくいいと思います。ただ職業別で問題が選択できたらよりいいなと思います。先生はみんなアメリカ人英語ネイティブなので、生きたビジネス英語を身につけるのにはすごくいいと思います。先生は選べないんですけれども、先生の簡単なプロフィールはこのようにチェックすることができます。ただ中には、教員資格を持っている先生なのかわからない先生もいるので、そこは少し気になる点です。その日できなかった課題も週末など時間があるときにまとめて提出できるので、無理なく続けられると思います。まとめて送った場合は少し返事に時間がかかるときもあります。その日の課題を午後1時までに提出すると、6時までにはアメリカ人ネイティブの先生から音声付きで文章の添削が届きます。待ち時間がなくテンポよく学習できるので、モチベーション維持にはすごくいいと思います。課題はこのように英作文と音声で提出することができます。この提出する音声は何度も録音し直せて自分の声も聞き返せるので、納得するまで録音することができます。なので納得したものを送れるんです。こんな感じですね。いきます。 Hello で聞き返すこともできます。 Hello 納得できなかったらこれは削除してもう一度録音し直すことができます。試しにたくさん間違えて発音したものを送ってみたんですけれども、あまり間違いは訂正されなかったので、もう少し発音を丁寧に細かく訂正してもらえたらいいなと思います。試しに一つ課題を送ってみます。音声はスキップして提出します。するとすぐにこのように模範解答が音声付きで確認できます。
この質問どう答えたらよかったかなというモヤモヤが解消されるのでスッキリしてすごくいいです。一つの課題に対して質問がある場合は3往復まで無料で質問ができます。こんな感じです。試しに日本語で質問してみたんですけれども、英語のみということだったので中級以上の英語力がないと少し厳しいかもしれません。ですが先生はすごく丁寧に細かく説明してくれるのでとても分かりやすいです。このようにデータとして残るので前の課題をもう一度ゆっくり確認したり、復習したりしやすいと思います。ハイネイティブトレックはスカイプ英会話や英語塾と違って予約が必要ないので空き時間にいつでも好きな時に英語学習ができてとても便利だと思います。それにキャンセル料もなく無駄なく学習できるのですごくいいと思います。ここで一つ注意点なんですけれども、いつでも退会可能なんですが、途中で退会した場合は返金はありません。ただお支払いした分の期間は毎日課題が届きます。ではもう一度まとめると、ハイネイティブトレックは英語ネイティブの先生から生きたビジネス表現や語彙を学びたい方におすすめです。中級以上の英語力がある方でビジネス英語を学習されたい方におすすめです。予約キャンセルがなくいつでも好きな時に無駄なく学習できるので忙しくても毎日楽しく続けられると思います。ということでこのアプリは4つ星です。その他にも皆さんが使っている英語学習に効果的なアプリがありましたらぜひコメント欄にシェアしてください。またこのアプリを紹介してほしいというのがありましたらぜひご連絡ください。毎週新しい動画をアップしてますのでそれらを見逃さないためにもぜひチャンネル登録お願いします。ではまた次回。 See you next time!